勝てるはずないのにさ、うわぁ、やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。ローディングユニットはプリズウェイト、はい、なるほど、なるほど、ここにあるね。え、これとこれが戦う話、俺これ置いたんだよね。 K でスタートする。あの、勝てるはずがないんですけど、あの皆さん、あんまりインチは良くないと思いますよ。え、いや、さすがに物量的に無理だと思うんだよな。あー、さすがに無理なんだ。ファンタジー気になるな。ファンタジーのオークでいいんじゃない。オーク 250VS 250じゃ足りないんだよ。そういうゲームじゃないでしょ。2500じゃ、まだいける、まだいける。すげえ、このゲーム、このゲームすごい。いや、重くない、重くない、全然重くないよ。多くの方が若干個体値が高いのか、違うわ、基地の方が若干かい、若干書いてあるわ、勝ってるわ。1500まで遠くね。あとなんか面白いのある、ちょっと英語読んだよ。ジャイアントサイクロプスは、こわっ、近接戦闘じゃないんかい、それはやばこれさ、ワークショップにクソおもろいなんじゃね。ベノムいるじゃん。マーベルシリーズちゃんといるぞ。スパイダーマン。え、これアッセンブル。うわー、いいね。え、これ作るか。アベンジャーズアッセンブル作る。山の上かこれ。サノスが間違いなく強く作られてるからな。は？どうなってるこれ。ん？どうなってる？ゾンビがここにいるじゃん。あ、サノスここいるわ。で、ベノムさんは、ベノちゃんはどこ、うわ、いるわ、いるわ、これベノムだ。これがベノムだ。まあ、行ってみましょう。サノス足早っ。サノス足早っ。あ、まあ、サノス勝てるはずないのにさ、うわーうわー、ちょっと待って、サノスが強すぎるよ。マーベルシリーズたちのさ、強さを知りたいから、ザコ出そう、ザコ。一回ザコ出すわ。ピカチュウ、ピカチュウ入れよう。ゾンビ250と、スターウォーズの敵1000 VS ヒーローたち。誰だ、お前ら。これ、待ってよ。なんか思ったのと違うんだけど、これ誰？いったね。まずはアイアンマンか。ピカチュウ早い、ピカチュウ足早いぞ。なんでやねんしかも死んだくね、ピカチュウ。あー、キャプテンアメリカさすがに強い。あー、退治使え、退治使え。お、なんか強いやついるぞ。あー、さすがハルクだな。ハルクはさすがに強いわ。なんかもっとビーってやってくんないの。サノスみたいの見たかったんだけど、人類ってダメなんだな。ハムナプトラを思い出すわ。ハムナプトラみたい。行こうぜ。さっきより全然重くない。もっと設定下げても別に見れるな、これ。ゾンビ弱いな。バカバカ死んでいくわ。早送り。カタパルトが減らしてる臭いか、これ。カタパルト強すぎる。これで一回様子見して、次の戦闘で、賭けしよう。一回ランナーの動向を見たいから、一回ランナーのところにカメラを合わします。君たちどんな顔してるの？あー、強そう。あー、早いな！
早いな。いやでもちょっとな、角度足りてねえか。あー足りてないな。この距離ね、このね位置ならすげえ機能すると思う。うわーこれちょっと人間きつくない？あおもろおもろ。カタパルトが分散すんのでかくね。おもろかなりこっちに人員がいっちゃってる。遊撃がバカ効いてる。遊撃ここ、遊撃ここ絶対おもろいと思うんだよな。遊撃ここ多分おもろいぞ。これどう、これどう思う、これどう思う、これ賭けしていいかな。いやこれ絶望じゃね。いやこれゾンビでしょ。いや厳しいと思うけどなこれ。で遊撃が、遊撃が消えたんだけど、遊撃走ってこねえとわかんねえよ。遊撃どこ行った？いやこれね、火もう場所確認しないでいこう。多分来ると思う。え、ここら辺だと、斜面的にここら辺だと思ったんだけど。逆側かな。いやこっちに置かなかった。じゃあ行ってみます。とりあえず飛信隊は後で来るんで、レディースタート。うわーこれ分散するな。すげえ大戦争感すごい。あちょっと配分できてない。こっち抜けるんじゃね、囲まれちゃうかも。で飛信隊どこ行った？横の層がかなり薄い。どんどん横が食い破られて、こうぐるーっと囲まれてきてる。炎上になっていってるんだよね。はい早送りします。いきますよ、ドン。え抜けてる、え抜けてる、えこっちランナー抜けて、ランナーじゃない普通にゾンビ抜けて、あ戦線が崩壊してる。こっちの先生崩壊してるぞ。あっつ展開、あっつ。さあ一度カタパルトを見に行きましょう。カタパルトまで抜けたゾンビは約20体。さあ守る術はありません。援護兵はいない。カタパルトは壊されていくのみ。どうなるんだ。うわーこれゾンビきついかな、ゾンビきついかな。これランナー来なかったらマジ引いてるでしょ。これランナーでフォーカス分散してなかったらワンチャン、分散してたらあったんじゃね。あえあれランナー意外と、うわこれ刺さりそう。こう見るとめっちゃ刺さりそう。行くぞ、スタート。それはどういう散り方をするのか。さあ最初は初手カタパルトで、固まったところの人員を減らしていく。さあそろそろランナーにフォーカスを向けていきましょう。猛ダッシュ32、ランナー刺さるんじゃねえかこれ。いやでもそんなにラインを作り上げてる段階じゃないな。まだ多分こっちのナイトが援軍に迎える距離なんじゃないか。どうなる、どっちに向かう。まさかランナーがカタパルトに行かないで、どうなってる。カタパルトをかいくぐって英雄が一人ここにいる。死んだ、やべえ飛信隊が機能してねえ。ダメだ。こっちはどうだ。ラインが構築される前に到着してしまった。ゾンビの物量がまだ多すぎる。
これゾンビか。いやー、かなり弓兵に向かってゾンビが進軍しだしました。まずは一人目の弓兵が死亡。さあ、これはどうなる。まだカタパルトには届いていない。人間軍の進軍は止まりません。おもろい陣形になってる。これすごい。だってさ、兵士の方の死亡数がさ、減るの結構遅いもん。ゾンビもかなりのペースで減ってきてる。さあ、残った精鋭たち、スパルタたちが頑張っています。あー、ゾンビこれきついか。カタパルトに届かないか。あー、カタパルトに届かないな。これカタパルトが強すぎる。弓兵の方にも相当数のゾンビが行きましたが、内側には食い込めませんでした。ということは、こっちを相当したということは、フォーカスがあちらのゾンビに向かいます。残ったゾンビはこれだけ。グッドゲームだー。これゾンビ未来見えたな。圧倒的にこれ数勝ってんだろっていう時間帯あったもんね。